ありますね。フィリピン語、まあ、要はタガログ語、公用語タガログ語ですね。あとは、まあ、ビサヤ語とかセブアノとか、まあ、フィリピンにはいくつか、異論語とかあるんですけれども、まあ、タガログ語を学べばいいと思うんですよね、まず。で、日本人の先生はいますかと。まあ、あんまりこの有名な先生いないので、まあ、現地在住者、僕みたいな人にですね、学んでもらうのも一つかなと思いますけれども、日本人の講師とかですね、まあ、タガログって、まあ、メジャーではないんですけども、第二言語として、英語の次に学んでる人っていうのもいるので、まあ、フィリピン好きな人とかですね、まあ、そういう人から学ぶっていうのも、まあ、一つかなと思います。マスターするには、まあ、発音はタガログってそんな難しくないんですけども、まあ、アルファベットっていうことで、英語に馴染みのある日本人だったら、とっつきやすい、発音もしやすいんですけども、まあ、文法とかで結構骨太だったりするので、まあ、現地人の、仲間とかパートナー作るっていうのが一番早いですね。あとは、まあ、やっぱり住んでみるってことですね。なので、僕もフィリピン人のコンサルしてるので、そういったものを利用してもらうといいかなと思います。で、フィリピン人の性格を知りたいという声もありますね。フィリピン人どんな性格